ます。紅生姜です。お願いいたします。ありがとうございます。すごいたくさんの方が、ね、朝から集まっていただきました。ありがとうございます。すごいですね。紅生姜というコンビ組んでおりまして、はいはい、そうなんです、自己紹介しておきますと、私が稲田美希と言いまして、私が、熊本プロレスと申します。ね、そういうね、笑われてますよ熊本さん。え、熊本プロレス？そうだ、はい、九州のプロレス団体ではないんです。ただの明るいブスなんです。自分で言う。どうも藤崎マーケットと申します。よろしくこんにちは、ねね。素晴らしいじゃないですか田崎さんね。ありがとうございます。あちらとあちらがちょっと空いてるといったね感じでございます。まあね。程よい人数だ。ね。ね。ちょうどこれぐらいがちょうどいいです。もう満席はきつい。もうね。ね、もうこれぐらいがちょうど笑かせる人数でございますから。今日中に借金の30万返してもらうで。え、お前この人に30万も借りてんのかいな。さっき言ってたキャバ嬢いるだろ、はあ、そいつに俺見ついちゃってさ、で借金作っちゃったんだよ。何やねお前は。あのすいません、もうちょっと待ってもらえませんか。もう待たれへんな、返済期限とうに過ぎとんねや。どこだここ。エリちゃん、エリちゃん、誰だお前。女性を傷つける男、それすなわち人にあらず下道なり。お入り前でございましても、こういう時期にこのお客さんお越しいただけるというのは本当に我々のことを、まあ、心配して吉本興業を愛してお越しになった方ばっかりやなって今も楽屋で喜んでおります。今日あたりはもう本当にあのお客様に一生懸命命をかけてお笑いを届けないかんなって、うん、楽屋で皆、誰も口にはしておりませんけれども。どうも。どうも金属バットです。お願いします。どうも。こんにちは。お願いします。こんにちは。いやがっつり。いやラッキーラッキー、平日やのにありがてえね。平日やった。平日、今日平日よ。あそうか。ああラッキーラッキー。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー。すいません本当に。いやちょっとバク転はできないんで。バク転申し訳ないね。申し訳ない。すいません。どうも高田です。よろしくお願いします、ねね、ようこそいらっしゃいました。本当に嬉しいですね、これありがとうございます。本当に頑張ってやっていきましょう、ねねね、もう今日12月入りましてね。そうですね、あと1ヶ月で今年ももう終わるということで、早いもんでね1年とね、やっぱり ね、どうも笑い飯です。お願いします。いやどうもありがとうございます。まあせやけど去年からえらい世の中になりましたよ ね、 そうですね、まあ、大変な思いされてる思いますけど、はいはいはい、あとそれがテレビとか見てましてもなんか横文字をよう聞くようになりましたよね、うん、横文字、横文字ばっかりみんな言いません、あれウィズコロナとか言ってね、 あとソーシャルディスタンスとかね、もう慣れましたけどね、うん、あとエビデンスとかなんか言う人もいますよね。なんかありますね。ちょっと太りすぎてしんどいです。皆さんも、ね、食べ過ぎには気をつけてくださいね。ありがとうございます。はじめまして、プラスマイナスですよ。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします、ありがとうございます。なんか横断幕まで出していただいてないよそんなもんお前。みんな嘘を取り返ってんけないがな、そんな。ありがとうございます。どうもさやかです。ありがとうございます。たくさんのお越しでありがとうございます。学生さんも多いんですかね。ありがとうございます、トップバッター石井と新山の男2人でさやかというコンビなんですけれどもね、ちょっとどうでしょうか、我々さやかのことちょっとでも見たこと聞いたことある知ってるよっていう方いらっしゃいますか。ありがとうございます。あ結構手挙げていただいてありがとうございます。48名。阿部浩司でいます。よろしくお願いします。初めての方もそうでない方もいらっしゃると思うんですけど、楽しい時間にできればいいかななんて思ってるタイプです。お世話になってます。伊藤と畑中でオズワルドです。お願いします。お願いします。たくさん入っていただいてね、ありがとうございます、ね、修学旅行生の皆さんですかね。違いますよ、さっきそうだったんですけど、ね、
どうもありがとうございます。児玉さんでございます。響きでございますが、ありがとう、本当にようこそお越しをいただきました。わざわざ来てくれんでもよかったやん。どうもこんにちは、かまいたちです。よろしくお願いします。ありがとうございます、ね、たくさん来ていただきましてありがとうございます。お願いします。楽しんで帰ってください。どうも、石井と申します。お願いします。ありがとうございます。たくさんご視聴いただきましてありがとうございます。あ、2回席でございます。すいません、どうも、髪の毛がすごいことになってすいませんあんまり笑わんといてあげてください。お前や、まあ、んなことないんですけども、ありがとうございます。今からもうただただぼーっと画面を見といてください。お2回もありがとう。こんにちは、おざむちゃんです。いや、知ってます、いや知ってます。どうも、ミルクボーイです。お願いします。お願いします。ようこそお越しくださいまして、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今、ついにお金をいただきましたけど、ありがとうございます。もう、こんなんなんぼあってもいいですから。さんでね、ね、ありがたいですけども、今日は仲良くやっていかなあかんない、やっていきたいんですけども ね、でもやっぱりさ、あのアニサキス、やっぱアニサキスですよ。たくさん来ていただきましてありがとうございます。お客さん帰ってきました、本当にもうやっと帰ってきましてね、こんな雰囲気なくるまで長かったね、本当に、まあ、あの今年の2月がね、もうえらいことになりましてね、第3波の時ね、あのナンバーが全国放送でな、そうそう、もうクラスターが出た、感染者が増えてね、ナンバーの街がね全く消えたんですよ、本当に店も閉まって人も全く歩いてない、全然人がいなかったんですよ。せやのに吉本開ける言いましてね、劇場だけは開けてたんです。どうも、霜降り明星です。よろしくお願いします。ありがとうございますね、あ、手振っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。すごい満員のお客様、あ、すごいね、粗品でもせいやでもないチャージャーって聞こえましたけど、チャンジャはいないんでね、チャンジャはいない、スピードメニューが聞こえてきましたけど、ありがとうございます、ね、どうも、ウーマンラッシャーです。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、ウーマンラッシャーと言いましてね、よろしくお願いします、どうでしたか、ここまで見ていただきまして、ね、うん、ここまでが前説の皆さんですね。いや、前説やったの今、ここからが本編でございますから楽しんで見ていってくださいね、みたいです、とにかく今吉本は芸人の数が多すぎて大変、確かに多い、どうもロングコートダディです。お願いします。いや、すごいですね、やたいです ね、大人数、足元悪い中ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと楽しんでいっていただけたらなと思います。はい、はい、あ、そんなことよりさ、うん、そんなことよりそんなことよりっていうのおかしいけど、はい、どうもこんにちは、トットです。お願いします。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。拍手をいただけるなんて、本当にもう桑原でございまして、あ、こんにちは、こんにちは、ただくんちゃんもね、僕立てていますね、トッタという公務員さんもね、覚えていただきたい、そうですね、知らないという方はたくさんいらっしゃると思いますので、ね、あ、すごいです、相方、プロの歌手もやってます。そうなんです、そういう特徴として、CD デビューしてる、そうなんですよ、どうも、はじめまして、スーパーマラドーナと言います。お願いしますね、ありがとうございますね。今日はね、あの学生さんが多いですね。そうですね、まあ、我々スーパーマラドーナと言いましてね、はい、大阪で漫才してるんですけどね、まあ、知らない方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、はい、簡単に自己紹介したいんですけども、はい、ちょっとこれ見て、こう、こうしながら、あの笛吹きますあの聞き逃さないようにね、いきますよ
吹きます。はい。はい、どうもようこそお越しいただきましてありがとうございます。まあたくさん入っていただきましてもこれぐらいでも十分なんですよね。皆さん入ってきはってびっくりしはったん違いますか。どうもはじめまして、ヘンダーソンと申します。お願いします。お願いします。あ、ありがとうございます。平日たくさんのお客様で、はい、ありがとうございます。はじめまして、ヘンダーソンというね、はい、コンビでやらさせていただいておりまして、まあ、中村と小安でヘンダーソンということでね、はい、もう22歳23歳のコンビでやらさせていただいておりまして、本当にね、すいません、34歳35歳でした。すいませんでした。お邪魔します。すまんすまん。アク先生、はい、探しましたよ。あ、そうでしたか。はい。 あれどうしてスポーツ科じゃないお前たちがここにいるんだ。あ、いや、こちらの補修を受けてまして、その流れでここを掃除しとったんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。どうも、ネイビーズアフロと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。大きな拍手で迎えていただきまして、僕たち普段関西で活動してます、はい、若手芸人でしてね。そうなんですよ、ネイビーズアフロという2人組なんですけれども、はいはい、平日だというのに陽さん入っていただきまして、誠に本当にとってもこっちありがとうございます。ご丁寧な挨拶返させていただいた。まあ、トミーズと出ておりますけど、これは2人の名前で、野豪ですね、一人一人名前があります。どうもありがとうございます。僕たちニューヨークと言いまして、はい、今日東京から大阪の方来させていただきます。ありがたいですよ、せっかくなんでね、はい、たくさんのお客様ですから、はいはい、あの聞いてみてもいいですか。聞いておきましょうか。僕たちニューヨークのことを知ってるよ、見たことあるよって方どれぐらいいらっしゃいます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。わあ、たくさん。ありがとうございます。じゃあ逆に知らないよ、初めて見たって方遠慮なく。どれぐらいいらっしゃいますか。あ、なるほど、なるほど。なぜ知らないんですか。なぜ知らないんですかじゃないねん。どうも、吉田達人います。よろしくお願いします。拍手。いやいやいや、ありがとうございますね、気楽にね、見てくださいね。よろしくお願いします。吉田達と言いましてです ね。さあ、いろんな話を聞いてみよう。吉田達人、どうぞ。ありがとうございました。はい、お疲れさん。ありがとうございました。はい、どうぞかけてください。よろしくお願いします。失礼します。ちょうど今日のお客様、学生たちに合うネタでよかったですね。どうもこんにちは、天田です。お願いします。ありがとうございます。いやー、もうね、キムムネ、あれキムムネ、もう大盛り上がりで、大盛り上がりです、嬉しいです。なんか盛り上がり方がね、今日はいつもに比べてすごい盛り上がりで、あ、そうですね、ありがとうございます。なんかもうちょっと感動的ですよ、なんかね、なんかあったんですかこれの、ね、そんなもん鳴り止まないですね、なんかね、鳴り止んでますよ。はい、桃です。僕が守ると言いまして、僕が攻めると言います。覚え方としましては、攻める顔が守るで、守る顔が攻めるです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、いらっしゃいませ。どうも、やってまいりました、我々が末広がりずと申します。よろしくお願い、立て祭りまする。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、新年明けましておめでとうございます。開けて、ごめんなさい、開けてないんだよ。まだでしたか。もうちょい先ですからね。失礼いたしました。どうぞよろしくお願いします。陽さん入っていただきましてありがとうございます。あ、ちょっと上は寂しいですが見えてますよ。ねえねえね、いや、もうそんだけの人数やったらよかった、舞台上がってきませんか。なんでやっけ。いや、なんかみんなでハンカチ落としかなんかしたら、なんでそんなんせの。いやいや、思い出に。んでハンカチ落としやって。えハンカチ落とし知ってます。知ってるよ、みんな。ハンカチ落としなんかって昭和の遊びやで。ありがとうございます。今日は3回公演でね、まあ、1回目2回目、これ3回目でございますわ。これ2回目とね、3回目の間にもう2時間半ぐらい休みがあるんですよ。お腹空いたな思ってね。
です、お願いします。ありがとうございます。たくさん入っていただきまして、ありがとうございます。手も振っていただきまして。なんでですか。なんでってどういうことよ。まだまだ続きますよ。ありがとうございます。帰るんですか。どうもチュートリアルです。よろしくお願いします。たくさんチョイスありがとうございます。本当にね、ありがたいですね。ありがとうございます。ね、もう僕らももう本当も46でね、おっさんですよ本当に。もうコンビ組んでもう20年以上経つんですけども ね、うちのコンビがもともと僕があの NSC っていうね、吉本 の養成所あるんですよ、お笑いの。1年間だけ通うね、養成所があるんです。1年行くんですけどね、これがまあ一応ね、あのそこの13期生っていうのが入ってね、のラフ次元というコンビです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい2回までも満席でね、嬉しいですね。ありがとうございま す, います、ね、ラフ次元というコンビでして、はい、まあね、ほとんどの方が知らないと思われますので、簡単な自己紹介だけさせていただきたいなと思いまして、はい、なんと最後は矢野兵道でございます。ネタの方はね、この後漫才の伝道が ねありますから。そうそうそう、漫才組でね、本当に本当にもうたくさん入っていただきまして、もう2回まで満席でございまして、ありがとうございます。嬉しいね、手振ってくれるの。ありがとうございます。ありがとうね。もう2回めちゃくちゃ手振ってくれるやん。こんにちは、はい、どうも壁ポスターと言います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。たくさんのお客さんでね、拍手嬉しいですね。嬉しいですね。自己紹介させていただきますとね、僕が浜田と言いまして、こっちが永見で、2人合わせて壁ポスターと言いましてね、8年目の芸人でございます。いや結構たくさん入って、いや嬉しいですね。この寒い時期にね、2階席にもちらほら。あ、本当ですね。ありがとうございます。どうもインディアンスです。お願いします。ありがとうございます。あ、たくさん入ってられてありがとうございます。2番手がトップバッターみたいなテンションですね。確かにね、はい、2番手ですからね、僕らはね。落ち着いてましたね、壁ポスター。すごいですね、後輩なのに、あの落ち着き、すごいですね。羨ましい、ね、羨ましいって言ってたら体が芯になっちゃいました。さあ行きましょう。いやいや無理無理無理。よろしくどうぞ。お忙しい中ね、たくさんの方が来ていただいてます。たくさんですよ。大人楽しんで帰っていただけたらな。はい、勝手にどうぞ。勝手にではどうかと思うけどね。せっかくですから楽しんで帰ってくださいね。あのちょっといきなり。何ですか何ですか。知り合いの女の子がなんかカフェオープンするってな、はいはい、開店前に花送ってくれって言われて、花送りたいのよ。あれですね、なんか新しいお店ができててね、うん、その店の前にでっかい名前が飾ってて、あ、そうそう、ゲルズメドーン書いてる。あ、そうです。あれやるんや。あ、まあ頼まれたから。あれやるんですって。どうもどうも、ごめんなさいね、笑ってるところに。本当に、まあ考えたら本当にね、もう寒いですね。知らなんだわ。面白いですよね。次々と皆頑張りまして、変わりまして、文鎮でお付き合いをいただきます。私の後は新喜劇ですからね、あとお楽しみに。そんな長い時間やないです、3時間半ほどですけど。皆さんもう何かだいぶお疲れですよ。まるで拍手が砂払うようなこんなやけど、本当にね、今日のお客さん品がございます。今日は本当これほど品のあるお客さんがおるでしょ。いいですね。昨日なんかこの前を子供たちが走り回りますよね。そうそう、奥の方でおばあちゃんが弁当食べたと入れ歯取って歩いてますしね。そう、もうおしっこ行きたい、やかましい、やかましい。その点今日のお客さんの上品な音が本当本当本当上品で、笑いませんね、全くこれ先生。あ、もう来たの、もう来たの。早く呼べよお前、早く。お前もう俺そもそも携帯電話持ってないんだから、ただ小声で喋ってるだけなんだよ。地声だったの今の、今の地声のやり取り。いらないのよそんなもん、持ってないんだよ俺。お前どうもこんにちは。お願いします。お兄さんトレンディーだね。うん、トレンディーエンジェル。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。いや、ありがとうございます、ね、よろしくお願いしたいですけど、2階席も ねいっぱいいますんで ね、あんま上からね見ないでいただきたいね。
はようございます。僕たちマユリカと言います。よろしくお願いします。ありがとうございますね。2階席にもたくさん入っていただきましてありがとうございます。トップバッターなんでね、元気に行きたいなと思うんですけども。いやどうもありがとうございます。いやねー、いやーねーありがとう、ありがとうね、ありがとうね、応援、応援ありがとうね。応援で史上最年少のファンです。からしれんこんです。お願いします。ありがとうございます、ね、僕がトップバッターで出てきましてからしれんこんと言いましてですね、はい、まあ、初めましての方がほとんどでしょうから、ぜひ、ね、はい、個人名の方も、ね、覚えて帰っていただきたいなって、はい、思うんですけど、僕がからしれんこんの空と言いまして、はい、僕がいおりと言いまして、2人とも熊本県出身でね、高校からの同級生でね、コンビを組んでやっておりましてですね、はい、どうも銀シャリです。お願いします、ね、楽しんで帰っていただきたいと思いますけども、いやちょっとね、皆さんに聞いてもらいたいことありまして、ね、聞いてもらいたいことなんですかね。僕ね、大発見した。大発見なんですか。すごい法則見つけました。なんか教えてよそれ。すごい法則っちゅうのそれ。これ実はね、うん、野菜にはすべて、うん、が入ってるんです。誰も意味わかってないぞお前。どうもこんにちは。はい、こんにちは。こんな時間にたくさん入っていただいてありがとうございます。ねえ、ありがとうございます。ティーアップと言いまして、はい、本日の仕事今日はここだけです。佐久間一行です。よろしくお願いします。ありがとうございます。初めて見た方は佐久間一行って読むんですが、みんな最初は一行さんって言っちゃうんです。予算のかかるこのヒーローショー廃止しようかと考えております。キス、ヒーローショー廃止、はい、待ってくださいよ。そんな廃止なんて反対です。なるほど、なるほど。確かにいろんなことかぶりましたけど。でっかいエビです。マジカルラブリーです。お願いします。さあどうもよろしくお願いします。ニトリズです。お願いします。2階席の方まで、ありがたい限りじゃないですか。僕ら見取り図というんですけどもね、うん、初めましての方がほとんどだと思いますので、はいはい、ちょっと自己紹介させていただきたいと思います。僕が森山と言いまして、うん、相方ちょっと変わった芸名なんですけど、リリーと言いますんでね、はいはい、まあ、この相方の森山くんなんですけども、僕がよくね、うん、ある有名人に似てるって言われるんですよ。そうなんですよ、はい、僕ちょっと特徴が多いもんですから、うん、いろんな人例えられるんですけど、皆さん分かりますかね。いやー、たくさん入っていただいてありがとうございます。いや嬉しいですね、こんだけたくさん入っていただきましたら、ね、ありがたいですね。まあ言うてもね、週末とはいえね、この土曜日のね、この夕方、この夜でもないこの謎の時間にこれだけのたくさんのお客さんですね。何も気にせずほがらかに何のイエーイ。乾杯。すみません、いただきます。すみません、いただきます。いただきます。はい、いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は俺のおごりや、はい、もう気にせず食べて飲んでくれ。ありがとうございます。こうやって会社の上司に誘われるの初めてなんで、すごい緊張しておるんです。だって、絶対あかんぞお前。すいません。どうもダイアンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。たくさんいただきまして、ね、ありがとうございます。よろしくお願いします。日曜日ということで、そうですね、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。いや、最近僕あのね、ニュースよく見るんですけども、うん、やっぱり嫌なニュース多いじゃないですか。中でもちょっと気になるニュースありましてね、あのリストラ問題、うん、あれはちょっと気になるんですよね、本当に。まあなんかこの時期は特に多い気がします ね。あれ嫌ですね、うん。ちょっとあんた
ご飯できてるよ。おいでや。はよおいでて。ご飯できてる言うてんのに。今日の晩ご飯タコライスやで。はよ降りといで。どうもこんにちは、ロザンです。よろしくお願いします。ありがとう、アタクさんでありがとう、ね、ありがとうございます。本当にストレス溜まってないですか？どうですか皆さん、笑って明日んじゃないですか、ね、今日は本当にもう今だから、もうコロナのあれなんかな、すごい新しいハラスメントがどんどん起こってるみたいですね。ハラスメントね、まあよく聞きますけど、聞いたことがないやつ、まあ、ストレスあるんでしょうね皆さん。あのリモハラとかご存知ですか？リモハラ、リモートのハラスメントね、言いますよね、まあ、リモートやから飲み会できるやん飲もうやみたいなこと言われたりとか、なんかリモートの方が断りにくいんでしょ。